はい、ということでどうも皆さんこんにちは。粘土はいくつあっても足らない、ニグでございます。聖地はもうお腹いっぱい、ツッコミ担当のマリサだぜ。チャンネル登録して、モナだよ。誘導がダイレクトすぎる。ということで今回もマインクラフトをやっていきますよ。前回はティア2の最初だったな。今までの実況のペースがさすがに早すぎたので、今回はいつも通りやっていきます。なぜだろう、信じることができない。今までこの地下拠点でやってきたんですが、さすがに狭くなってきました。まあ機械置く場所も効率よくしないといけないしな。ということで最初はまず地下拠点の拡張からやっていこうと思います。拡張は倍速で。あれ、珍しいね、全カットしないだなんて。今までが異常だということに気づけ。たまにはこういう過程も大切ですよ。環境がわからないだなんてまだまだアマちゃんですね、モナさん。まあ、今まで全カットとかでクリエ疑惑が出てたのは事実だからな。たまにはこういう緩い動画もいいだろ。ちまちま開拓して、ちまちま作業して、ちまちまできることを増やしていく。それがマイクラなんですよ。一度にドーンとかはダメなんですって。ブーメラン刺さってるんですが。あと、調べたところティア4までは粘土工業はあまりスペースを使わないようです。ってことは、今までの聖地はそんないらなかったってことだね。さらっと恐ろしいこと言ったな。まあせっかくなので粘土用の拠点を作っても面白そうですよね。次回以降気分で変えていきましょうか。ってな感じで、地下拠点を少し拡張しました。この広さならまだまだここで粘土工業ができそうだね。その前にまずは粘土農業を進めます。録画外で集めたティア1の粘土小麦で。9-1乗圧縮粘土の完成。粘土農業には圧縮機能も完備しているのか。まあ視聴者が作ったモッドですからね。これくらいは当然ですよ。圧縮したいニーズってどういうことだよ。次に9-1乗圧縮粘土を9個で。9-2乗圧縮粘土の完成。どんどん圧縮していくね。実はこれも粘土農業の中間素材です。ティア1の粘土小麦、9-2乗圧縮粘土で。ティア2の粘土のための完成。粘土農業も強化するスタイルなんだな。これで粘土の供給もいい感じになるはずでしょう。まあ今は聖地のおかげで粘土には困らなさそうだけどね。せっかくなので粘土小麦を骨粉で育てていきましょうか。よしよし、収穫できますね。この小麦からはティア2の粘土小麦が手に入ります。まあいつも通りだな。けどティア2ってことは前より強化されてるってことだよね。そうですね、粘土小麦によって作られる圧縮粘土のグレードも変わります。じゃあなるべく早く強化させておかないとな。9-20圧縮粘土9個で。9-30圧縮粘土の完成。粘土ブロック729個分だね。正直数よりも圧縮する過程の方が大変ですけどね。悩み方が特殊。オラオラ、圧縮じゃ圧縮じゃ、ニグ、夏の圧縮祭りじゃ、聞いたことあるイベントなんですが、何ポイント貯めればプレートもらえるかな。もう確信犯だよね。ティア2の粘土の種と9-30圧縮粘土で。ティア3の粘土の種の完成。こうやってどんどん粘土の種のグレードを上げていくんだな。制作コストは重いですが、その分リターンも大きいですよ。早速収穫。なあ。そんなに落ち込むなよ。うるさい、あい、粘土の種がドロップしなかったんだぞ。これ以上に悲しいことがあるか。ある気がするんだが。違うよ、たとえ事実でもそういうことは言っちゃダメだよマリサ。たとえ事実でも。お前の方が傷つけてると思うんだが。とにかく、もうほっといてください。このシリーズも無期限の延期。粘土の種が見つかるまではもうやめです。豆腐メンタルにも程がある。どうしたものか。このままだと次回以降投稿されなくなるぞ。ネタすぎない？よし、そしたら私が。ねえねえニグ。何ですか？もう構わないでください。粘土工業、次から粘土が大量にゲットできるらしいよ。ということで粘土工業の方を進めていきましょうか。切り替えがあまりにも早すぎる。どうやら、ティア2の機械を使えば大量に粘土が手に入るらしいですね。まあモナが言った情報だけどな。ってことで、さらなる粘土獲得のために粘土工業をやっていきますよ。高密度粘土プレートを初期型フライス板で加工して。粘土回路板の完成。超重要な中間素材の中間素材の中間素材ですね。先が長すぎる。粘土回路板、高密度粘土歯車、高密度粘土棒、高密度粘土リングで。粘土回路の完成。このコストで中間素材です。そして粘土回路と高密度粘土台プレートで。高密度粘土マシン筐体の完成。ティア2の機械のための筐体ですね。さらにクラフトも複雑になっていくんだね。まあ、粘土が増やせるならこれくらい造作もないですって。これで手に入る粘土がスズメの涙だったらどうする。ご視聴ありがとうございました。心折れるなし。高密度粘土円柱を粘土旋盤で加工して。高密度粘土ニードルの完成。高密度粘土リング、高密度粘土ニードルで。
高密度粘土粉砕機ヘッドの完成。高密度粘土粉砕機ヘッド、高密度粘土マシン筐体、高密度粘土プレート、高密度粘土主軸、高密度粘土歯車で。高密度粘土粉砕機の完成。これで今まで使い道のなかった高密度粘土鉱石を加工することができます。なるほど、だから手厚になると粘土が手に入るのか。粘土水車と一緒に早速設置。これで機械を動かせるはずですね。早速高密度粘土鉱石を入れてみましょうか。なんかボタンが押せそうだね。工業用粘土片の完成。なるほど、ここからさらに加工が必要になるようですね。てかこのボタン、ギアワンのように人力で動かせる。水車よ、また今度だ。粘土水車を作った意味は？どうやら工業用粘土片を加工するには別の機械が必要らしいので作っていきます。その間に前回の宣伝者の紹介だな。今回は391人もの方に宣伝していただきました。ありがとう、ほんとありがとう。毎度毎度ものすごい人数だよな。正直編集時間の半分くらいはこの集計に使われています。嬉しい悲鳴ってやつですね。みんないつも宣伝本当にありがとうね。それじゃあクラフトに戻りましょうか。高密度粘土歯車、高密度粘土プレート、高密度粘土マシン筐体で。高密度粘土コンデンサーの完成。工業用粘土片を固めることができる機械ですね。早速設置。普通の機械と特に変わった様子はないな。工業用粘土片を高密度粘土コンデンサーで加工して。工業用粘土の完成。けどこれ、どうやらティア2の粘土みたいだね。工業用粘土は高密度粘土を圧縮したものです。そのため今必要な高密度粘土に戻すには別の機械が必要になります。使える粘土を作るにもいろいろな工程が必要なんだな。高密度粘土円柱を粘土パイプ圧延機で加工して。高密度粘土パイプの完成。高密度粘土歯車、高密度粘土マシン筐体、粘土回路、高密度粘土主軸、高密度粘土パイプで。高密度粘土分解機の完成。圧縮した粘土を展開できます。早速設置。それじゃあ早速工業用粘土を展開していきましょうか。あれ、圧縮粘土が手に入ったな。圧縮粘土は高密度粘土を圧縮した粘土です。つまり工業用粘土1個で高密度粘土が81個作れる計算ですね。これで高密度粘土をクラフトする作業からは解放されそうだな。いやはや、これで高密度粘土鉱石からも粘土が手に入るようになりましたね。粘土も集まったことですし、粘土農業の方も進めておきましょう。ギア1の粘土小麦で。粘土パンの完成。パート1で言ってた粘土パンを製作者に実際に作ってもらいました。対応があまりにも早すぎる。なんか粘土細工みたいだね。たとえ粘土でも粘土小麦を育てていた食料、きっとものすごい効果があるに違いありません。満腹度も減らして準備万端。早速食べてみましょう。もしかしたら食べたら空を飛べるようになるかもしれませんよ。怪しい薬かな。いや何も起きないんかい。新たな粘土の獲得方法を手に入れたミグ。しかし、それと同時に自分がまだ序盤までしか進んでいないことを知る。苦悩する彼が心を開くのは、視聴者だけだった。複雑化する中間素材、増えていく必要粘土。そんな中でミグが見つけたのは、過去の自分からの置き手紙だった。この苦悩を終わらせるため、再びあのアイテムに手を出す。次回、松明、粘土の向こうに。今回も最後まで見てくれてありがとうね。次回もまた見てくれよな。この次回予告いつまで続けるの？